余計なことだって忘れた方がマシさ、それ以上しゃれてる時間はない、何かを届そうなに届くのだろう、だけど明日の予定もわからない、現在だ夢の上になって無傷の風に乗って、どこまでも踏み合いに行こう、曖昧な言葉だって怒りに触れたって叫んでる、一層に聞きながら何が この道に行くのだろう、だけど期待してても仕方ない